札幌の街もドーハの歓喜に包まれました。札幌市内のコミュニティバーにはその雄姿を見ようとサポーターの姿が。昨年までは緊急事態宣言で、やりにくい状況でしたけども、それもなくなって、初めてのワールドカップということで、やっぱり日本には勝ってほしいですね、一生懸命応援します。札幌テレビ塔もサムライブルーにライトアップ。ミュンヘンクリスマス市でドイツの伝統的なお菓子を販売するハンセンさんは、試合が始まりました。すると札幌市内のサウナでは、札幌の街中では試合を観戦しようとスポーツバーに入っていく人も。なんか入れないみたいな。階段まで結構いっぱいですね。いやマジでこれ見ないとさすがに死ねないっていうか。あまり人が集まってないですね。1番の久保、自身でボールをつなぐ。どっかでみんな見てんですかね。守備的ミッドフィールダー遠藤、ただ前は向かせてもらえます。ドイツに勝つと思わなかったですね。歴史的瞬間だよね。あそこよかった、日本最高。すごかった、これもう感動のミラクルだったね。不況じゃないね、日本今不況だからね。こういうのがもうエネルギーになって日本をこうバーッと押してもらいたいよね。本当いいね、本当。これからどうしたの？日本勝った、嬉しかった。それでは勝利インタビューです。見事決勝ゴール、胸いっぱいなので、おめでとうございます。お家帰って寝ます。札幌の街も興奮で眠りません。初戦突破は激アツだ。これは熱い。寒くないですか？寒いですけど。いや今日はもう勝ったんでちょっと嬉しすぎてそのまま出てきました。嬉しい、こんな終電で帰れる気持ち初めて。ありがとうございました。よっしゃ。